伊達です。今回は皆さんお待ちかねお正月福袋召喚回していきたいと思います。今回の福袋は、たくさんね種類があるわけじゃないですか。皆さん悩まれたと思います。私も悩みました。で今回はですねこちらのアーツ攻撃宝具エクストラ、ここを回していきたいと思います。というのもこの中だと水着のカーマさんとアルターエゴのキアラさん持ってるんですよ。で、他の、サーバントは持ってないと。なんですけど仮に水着のカーマさん、アルターエゴのキアラさん、どっちも宝具1でしか持ってないので、かぶっても美味しい。で、かぶらなかったとしてもフォーリナ、ヨキヒちゃん、北斎ちゃん、スペースイシュタル、アベンジャーで、ムーンキャンサー、水着のキアラさん、誰が来ても嬉しいんですよ。美味しいんですよ。この中で強いて言うならよ、強いてこの子が欲しいっていうのがあるとすれば水着のキアラさん欲しいんですよ。というのも動画にはちょっと残してないんですけど、水着のキアラさん出てきた時の夏のイベントの時にですね、めっちゃ欲しくて、すごい欲しくて100連くらいで回したんですよ。でも来なかったんですよ。というね過去があるので、そのリベンジも兼ねてワンチャン水着のキアラさん欲しいという気持ちでこの福袋行ってみましょう。2022年最初のグルン試し行くぞー、行きましょう。緊張してきた。平常心、物欲、ダメ、物欲、行こう。なんかさ、こういうさ、もう行こうって言って押したらもうさ、人思いに行ってほしいのよ。そう、人思いに行ってほしいのにさ、何回も聞かないで。うん、なんですって。本当によろしいですか？あ、よろしいです。この福袋回したら他の福袋は回せませんと。大丈夫です、私はもう覚悟を決めました。皆さんこの顔見て、私の目を見て、覚悟決めてます、決まってます。いきます。誰だろう。あの当時何年前かの夏のイベント、もうね欲しくて、あ、二次回転ついに、お、誰だ、あ、これなんだっけ、あ、これ誰だっけ、なんだっけかー、まさみ誰かー、かぶったー、かぶった、かぶった、かぶり申し上げました。でも待って、まだ、うわー、あ、びっくりした。アベンジャー、そうか、サリエリ、そうね、サリエリもいるよね。確かにそうだよね、サリエリもそうだね。うん、そうだったわ、確かに。あのね、これもうラテさんの今年の福袋カーマで決まりかってみんな思うじゃん。いや違うのよ、あのね、6周年の福袋の動画見てない人は見て、見てくれてた人はわかると思う。まだ10連は終わってないの、まだあるの、忘れないで、まだあるよ、きっとまだある、私は信じてるよ。きっとキアラさんも来るはず。来るはず。金貨虹。いや、カーマさ
んはぶっちゃけ2022年コスプレしたいと思っていたキャラではあったので、いやすごい嬉しいよ、かぶったのすごい嬉しいよ。おお、新しい方の虚数、あ、魔術じゃない属性方法、さくらもコスプレしたいと思ってる2022年。ここで福袋召喚で2022年のコスプレの抱負をついでに言います。さくら、いろいろ黒さくらも含めてコスプレしたい。カンバさんもいろいろ、あーコスプレしたいです。あれ待って、私はシダ、え、あ、え、私は、あ、何、神に愛されし者を殺さねば。何気に私サリエギ持ってなかったんだ。え、今まで持ってるつもりでいたけど持ってなかったらしいです。いい、福袋でまさかの持ってなかった星さんをゲットするという。私は誰なのだ。あ、全然話聞いてなかった。はい、ということでですね、うん、今年の福袋結果、カーマさんでございました。アベンジャーのカーマさんでございました。おめでとうございます。いや、これはこれでね、やっぱめでたいのよ。アーツだからね、そのキャストリア、ダブルキャストリアで挟んで、はい、もうたくさん働いてもらいましょう。ホーグにおめでとうございます。愛も変わらず、水着のキアラさん、ムーンキャンサーは来なかった。まあまた次の機会に会えるかな、会えるかな。あのね、6周年の福袋でさ、アルジュナオルタ欲しいっていう話をさ、たくさんしたと思うんだよね。で、なんでアルジュナオルタ回さなかったんですかって言うとですね、ぶっちゃけね、こっちのね、アーツ攻撃宝具エクストラの方がね、魅力的に映っちゃった、浮気しちゃった、だからかな、ちょっとちゃんと誠実に生きようと思いました。じゃあ次は闇のコヤンスカヤのガチャ回そうと思います。皆さんよかったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。闇のコヤンスカヤでお会いしましょう。バイバーイ。